チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、監督です。お久しぶりです。すいません、あんまり最近トレーニング動画上げれてなくてすいません。今日からまたしっかり上げていきたいと思います。今日やるトレーニングは内転筋に刺激を入れていくトレーニングです。このように、見たまんまですけれども、横になってもらって、上の足を前に出して足の裏を地面につける。で、下の足は膝を伸ばして、上げたまんま前後にスイングするというトレーニングになります。体をまっすぐ、維持してですね、しっかりと足を上げたまま前後にスイングしていきましょう。かなり内転筋に効くんですわ、このトレーニング。ねえ、これね、パッと見地味な動きなんですけれども、もうバッチクソにね、内転筋に乳酸が溜まってくるんでね、かなり効果的なトレーニングなんじゃないかなと思います。はい、 OK です。じゃあ次の種目いきましょう。次はすぐ急いで立ってもらってですね、片足の方にちょっと重心を乗せたまんま、もう片方の足を、その軸足に向かって引き寄せるというトレーニングです。まあ、ちょっと僕左膝がちょっと痛いということもあってですね、あんまり左膝に重心乗せていないんですけれども、しっかりと軸足を定めた方に重心を乗せたまま、その反対の足をしっかりと引き寄せてくるという意識でやっていきましょう。まあ本当にしっかり背中をまっすぐにすること、そして、骨盤がね後傾しないことを意識して、しっかりパワーポジションを作った状態でやってもらうことによって、支持脚の方のお尻にも、しっかり効いてくるということがありますので、お尻そして内転筋をしっかり刺激していきましょう。はい、 OK です。じゃあ、10秒後、今度はまた反対向きになってもらってですね、さっきと逆足をやっていきます。同じようにしっかりと上げれるところまでしっかり上げた状態のところで前後にスイングしていきましょう。そうです、そうです。まあね、本当にこの本当にね、やってもらえば分かります。皆さん騙されたと思ってやってみてください。もう僕はちょっと運動不足だからか知らないですけど、めちゃくちゃ効いたんで、本当にこれちょっと継続的にね、自主的にちょっとやっていきたいなと思うぐらいね、効きました。なんでちょっと内転筋弱いと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひね、自分で積極的にやっていってもらったらなと思います。3、2、1、 OK。 じゃあ10秒後、次ラストになります。さっき重心を、重心を乗せていた方とは逆の方の足に今度はまた、体重乗せてもらって、逆の方の足を引き寄せてくるという動き、こっちの右足を軸にした場合は右足は痛くないので、しっかり重心乗せれることができてますね。なので皆さんもこのように軸足の方にちゃんと重心を乗せてやるようにしましょう。いいですよ。なんかね、もうパッと見ね、旗から見たらもうただダンスしてるおっさんにしか見えないんですけども、まあ至ってね、私自身真剣にやってますんでね、笑わず皆さんも一緒にね、ぜひやってもらえたらなと思います。さあ、ラスト5秒、4、3、2、1、はい、お疲れ様でした。